はいどうも、マントです。今回なんですけれども、まあ久しぶりのね、休みなんかしたいなと思って、まあ、このリンゴを使ってちょっとアップルパイ作ってみようかなと思います。まあ誰にあげるわけでもなく、自分で食べたいっていうので作ろうかなっていう。まあちょっとね、いろいろ見ながらやっていこうと思います。はい、そしたらリンゴ洗ったんで、ピーラーで皮を剥いていきたいと思います。リンゴの皮とかもね、一緒に煮ると多分ちょっと赤みのついたフィリングみたいなのできるんでしょうけど、僕だけなんですかね。なんかたまにこうアップルパイ食べたいなと思う時あるの。はい、剥けました。そしたらどうしよっかな。とりあえず半分に切っちゃって、なんかどうせやったらこれ丸ごといきたいな。いけるかな。ちょっと丸ごと煮てみて、無理そうやったら切ろうかな。一回時間かかるようやったら。というのもね、うちの近くのスーパーにこうなんか丸ごと煮て、それをアップルパイにしてるのがあるんですよ。それがね、すごい美味しいんで真似したいなと思ってるんですけど、どうだろうか。よし、さあどうだろうか。あー、結構あれやね、なんていうの、水分出てきた。はい、そしたらこいつをちょっと今煮込んでる間にアップルパイにね、一手間加えようと思って、今からカスタードを作っていきたいと思います。はい、そしたら、具材全部揃えました。さっき、卵黄3つ、と薄力粉と、これ、グラニュー糖ですね。と牛乳とバニラエッセンスです。ほんな、とりあえず、牛乳を、ちょっと温めときます。これを混ぜます。はい、そしたら卵と砂糖を混ぜたやつが白っぽくなるまで混ぜました。そこに薄力粉ですね、 30g。ほんまはふるった方がいいんだろうけど、でってる間にこいつできましたね。はい、結構浸るもんやね。これちょっと水分飛ばしていきます。牛乳沸いたら、よいしょ、入れます。そしたらちょっとまだ柔らかいので火にかけて固めます。香り付けして、硬さがちょっといい感じになるまで。こいつはもう火止めましょう。リンゴの方はね、こんな感じですかね。火の通ったこいつを冷やしましょう。
1個で足りましたね。たらこいつをラップして乾燥しないようにラップして冷蔵庫入れてきます。そしたら次こいつですね。いやちょっと煮詰めすぎて柔らかいかな、どうだろうか。ちょっと煮詰めすぎましたねこんな感じですね。はいはい、そしたらパイシート使って次は焼く前までの前提ちょっと作っていきたいと思います。はい、そしたらこのパイシートを使っていきます。とりあえずちょっと1枚でいきますね。半分に切って下にカスタード、うまいこと引けるかな。うん、いい香り。はい、でリンゴ、ちょうどいい。で上からこれをどう、うまくなる。ほら、はい、どう、いい感じ。これをのせます。はい、そしたらこれできたんでこれ焼いていきます。とりあえず190度でいきます。25分ぐらい、今190度のオーブンで、まあ、とりあえず25分入れたんでこれちょっと待ちたいと思います。はい、そしたら時間になったんで一回ちょっと開けてみましょう。おーすごい、どう、じゃじゃーん、美味しそう。ちょっと焼き加減がまだない。完成ですな、美味しそう。お皿のけて完成ですね。いやめっちゃうまそう。はい、そしたら食べましょうでっか、リンゴ丸々いくかもんな。見てこの音。ちょっと一口でかい、いただきます。あっこ、うん、まっ。ちょっとねリンゴがちょっと煮詰めすぎたかも。ちょっとでかいと思って結構煮込んだから15分ぐらい煮込んだかな。10分ぐらいでもしかしたらいいかもしれないですね。味は最高っすわ。見た目ね、もうちょっと綺麗にできたらなと思ったんですけどね。まあ今後はね、こういった料理とかお菓子とかちょいちょいね、挟んでいこうかなと思います。今日これ、もう夜っすけど、もうこれが今日初めてなんでね、ご飯。この動画良かったよという方はぜひグッドボタンお願いいたします。チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。本日も最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。